ベゼルはホンダ技研工業が製造・販売するコンパクトクラスの SUV である。中国、シンガポールを除く主要海外市場では HRV の社名で販売されている。ホンダが進めるグローバルオペレーション改革の一翼を担う車両として3代目フィットをベースに開発されたコンパクト SUV。SUV の力強さ、クーペの艶やかさ、 ミニバンの使いやすさや燃費性能とジャンルの枠を超えた多面的な価値を高次元で融合させた車種として開発された。CRV に次ぐホンダの世界戦略 SUV で2019年の社名別世界販売台数では14位を記録している。エクステリアはダイナミッククロスソリッドをコンセプトに SUV のような安定感のあるロアボディとクーペライクのアッパーボディという 二つの塊を特徴的かつシャープなキャラクターデザインで融合。また、リアアウタードアハンドルは、ウィンドウグラフィックスに溶け込ませることでにドアクーペのようなパーソナル感を高めた。インテリアでは、エクスパンセブルコックピットをコンセプトに、広さとパーソナル感の両立を追求。手に触れるほとんどの箇所に柔らかな素材を採用。リア席はミニバン並みにゆとりがある、 膝回り空間を確保したほか、上級セダンと同等の座面長とした上、シートバック角度を最適化したことで、ロングドライブでも疲れにくい、着座姿勢を実現している。パワートレインは、ガソリン車、ハイブリッド車ともに、直噴技術を採用。ガソリン車に搭載される1.5リットルエンジン、L15 バイト型は、96キロワットの、 最高出力と 155nm の最大トルクを発生する。トランスミッションは無断変速オートマチックで S のみ7スピードモードパドルシフト付けとなる。ハイブリッド車は軽量コンパクトな1モーターシステムながらモーターのみの EV 走行が可能なスポーツハイブリッド IDCD を採用。エンジンのレブ型は前述の通り直噴技術を採用し、 システム最高出力は二点零リットルエンジンに、匹敵する百十二キロワットを発生する。また、j c 零八モードで二十七点零キロメートル l の低燃費を実現。トランスミッションは七速 DCT を組み合わせ、全タイプにパドルシフトを採用する。走行性能では、上級セダンと同等の吸音材や遮音材の採用による静粛性の向上や走行シーンに応じて、 最適な減衰特性を発揮する深幅感大型ダンパーの採用による乗り心地と操縦安定性の両立を図っている。4WD 車には電子制御により後輪の駆動力を緻密かつ素早くコントロールするリアルタイムオードを採用。コーナー線開示のリアのトルク配分を強めに設定するベゼル専用セッティングが施されている。なお、 ホンダのハイブリッド車に 4WD が設定されたのは、このベゼルが初となる。また、スイッチを軽く引き上げるだけで作動する、電子制御、パーキングブレーキ、信号待ちや渋滞などで停止した際、ブレーキペダルを離しても、自動的に停車状態を保持する、オートブレーキホールド機能を全タイプに、標準装備。また、燃費に良い運転を、アクセルペダルで知らせる、 リアクティブフォースペダルをハイブリッド車の全タイプに標準装備。アクセルの踏み込みすぎをペダルの反力を通じて抑制するとともに、雪道など滑りやすい路面でも同様の抑制をする機能である。安全性能では、シティブレーキアクティブシステム、全席を愛サイドエアバックシステム、サイドカーテンエアバックシステムをセットにした安心パッケージを設定。また、 2016年2月の一部改良では安心パッケージに代わって安全運転支援システムホンダセンシングを採用し予防安全性能の機能強化を実施している2代目ではハイブリッドモデルが2モーターハイブリッドシステムの EHEV となりバッテリーのセル数を増やすとともにモーターは H5 型に変更されモーター出力をアップピークは小型化され 過失からエンジンルームへ移動した。ガソリンモデルは新型の1.5リットル DOHCI、ビテックエンジンである L15Z 型へ乾燥するとともに、4代目フィットで採用された CVT をベースにギアをローレシオ化して最適化。ハイブリッドモデルの 2WD 車は燃費性能の向上により2030年度燃費基準を達成した。ホンダセンシングは 横方向への視野範囲を向上させたフロントワイドビューカメラ、高速画像処理チップ、近距離障害検知前後、ソナーセンサーの採用により機能を向上。見通しの悪い場所での駐車や車線変更をサポートするマルチビューカメラシステムやブラインドスポットインフォメーションが新たに採用され、タイプ別設定された。国内外問わず各社がこぞって、 クロスオーバー SUV を発売するブームの真っ只中で登場したこともあって発表時は他社と類似しているデザインを指摘する声が相次いだが実車が出回るようになると反応は次第にポジティブなものに変わっていったという車載通信モジュールホンダコネクトが搭載され最短1ヶ月から利用期間の選択が可能なサブスクリプション型のコネクテッドサービス ホンダトータルケアプレミアムを申し込むことで通信機能を使ったナビゲーションシステム内の地図の自動更新やスマートフォン上でドアロック解除、施錠、エンジン始動、エアコン操作、車の捜索、車内 Wi-Fi などホンダの量販車で初となる機能を利用することが可能となる。カットした宝石の小さな面と車を組み合わせた造語で角度によって表情を変える宝石のように 多面的な魅力と価値を持つ車を意味する。ありがとうございます。